ください。2月の6日に東京の方に来させてもらいました、そうですねホスト初めてなんでちょっとすごい緊張してますね。どんな感じなんですかね。お、今日は2人ですね、まさかの初参加で2人ですからね。ちょっと俺もビビってます本当にビビってるねえ、ほんとに。じゃあ、流れ的に好きな女性のタイプとか。好きな女性のタイプは、髪の長い人。おお。と、なんだろうな。髪が長くて。髪色は何でもいい。奇抜でも何でも。まあ、ピンクでも。長い方が好きなんですか。そうですね。なんか短いのもありなんですけど。長いとね、髪の匂いが漂ってくる感じが素晴らしい。ああ、はい、すいません、先週から改めまして、クラブロミオのレントって言います。お願いします。簡単ってこんな感じでいいのかなめっちゃ簡潔です本日のお題、箱。あ、これ。あ、これ。じゃあまずゆきさんから。僕ですか。何が出るかな。これ怖い、なんかお題。これかな。じゃじゃーん。AKB みたいに自分にキャッチコピーをつけるなら、あ、見えないね。うわぁ、お願いします。キャッチコピー、いや、そもそも AKB 見ないからキャッチコピーが何か分かんないんですけど。キャッチコピー言うたら、あなたの笑顔はみたいな。あなたの笑顔は笑顔は何ですかもうホスト風にちょっとお願いします、そこは。難しいな。キャッチコピー、どうやろう。自分の、あれ、何、自分の何強調するところ。おお、そうですね。自分のキャッチコピーキャッチコピー難しいな。キャッチコピーは、キャッチコピーか、なんだろう、ふわふわしてるところ。まあまた違うですかね。もうそれをこうちょっと作文というか短文風に短文風に言うと、どうだろうな。困る。なかなか悩みますよね。人に言われるとかはあるけど、自分で決まるっていうのは。あんまり。そうですね。俺だったらどうだろうな。レントさんのキャッチコピーは。キャッチコピー、人にはなんて言われる。顔は犬、性格は猫。その名も
あれ、ちゃいます。そのふりなんか、その名も。あ、難しいな、キャッチコピー。いきなりなんか、キラーパス出ましたね。なかなか。あ、怖いな。ほんとも、なんだろう。自由気まま、マイペース。おお、うん、いいっすよ、語呂的になんか、ぽい。自由気まま、マイペース。もう完全に猫です。これをまとめるとまとめると何になるかな。ニートニート自宅警備員。ニートではない。あ、じゃあ俺も残りで考えます。俺のキャッチコピーも。レントさん、うん、柴犬。まあ犬顔はすげえ言われますけど。そうだな、困りますよね。パッと見柴犬、中身はなんだろう。なんでしょうね。なんか、そうですね。どうだろう。え、キャッチコピーってそういうやつですか。あれ、キャッチコピーキャッチコピーキャッチコピーは、やばい、1分切った。やべえやべえやべえ。まとめて。え、いやもうさ、もうあなたの笑顔は僕のものみたいな。ちょっと言ってください、この20秒で。ちょっとかっこよくお願いします。それをちょっと。あなたの笑顔は僕のもの。いや、いいいい、めっちゃ手汗ぶわー出ましたけど。いや、ゆずきさん難しいっす。これはちょっと難しい。あ、俺か、二投目。はい、あ、結構あんな。これだ。じゃん。おお、今のマイブームは何ですか。今のマイブーム。あ、見えないかね。見えない。最近のマイブーム。そうです。最近のマイブーム。まあ自分のマイブームなんですけど。はいはい。うちお店12月半ばぐらいからちょっと変わりまして。で、そこでまあいわゆるビップルーム。はいはいはい、ップルームに水槽が置いてあるんですよね。水槽、なんかいるんですか。熱帯魚、淡水魚。おお。淡水魚じゃないな、まあなんか熱帯魚がいるんですけど。はいはいはい。営業終わりにまあいろいろこう、まあいろいろ終わって、うんうん、でまあ自由な時間。あ、いや、アロワナいないですね、さすがに。あ、グッピー、そう、グッピーとか、そう、ちっちゃい小魚系、エビもいるんですよ。エビも。で、そのそれをもうずっと30分ぐらい見つめるっていうが最近のマイブームですか。いや、もう最近結構酔ってない時はもうほんとずっと見てますね。もうこうやって病んでんな。病んでんな。で、酔ってない時は見てるだけで、酔ってる時は話しかけるとか。あー、どうだな。でもこっそりちょっと魚釣りしたい願望あります。熱帯魚釣りたい。熱帯魚釣りたい。ネットじゃなく割り箸でできるじゃないですか。ああ、できる、多分できると思いますよ。それで餌をあげたい。いいですね。最近のマイブーム。
ゆきさんあります？喫茶店巡り。おお、え、結構有名なとこですか？有名っていう、とりあえず見つけたものから順番に入っていく。喫茶店巡り、え、もう普通にルナールとかはもう定番すぎてちょっとあれですけど。あ、逆に、はい、あ、おー、いや、僕名古屋出身なんですけど、うんうんうん、コメダが多いんですよ。コメダ喫茶店が、あ、へー、結構コメダ行くんですよね。美味しいんですか、やっぱそこって。美味しいっていうか、なんだろう、落ち着く。モーニングを頼むとゆで卵とトーストがついてる。あ、いやいや、定番、定番、定番っすで、だいたい毎回やるのが、うんうん、ゆで卵の殻で、うんうん、かつらむきみたいな一本につなげて剥いてくって、はい、あやってました。あれ、ゆで卵っすよね。ゆで卵の殻をとりあえず亀裂全部入れて、そうですよね、あれ一回亀裂入れて剥いたらいっぺんに剥けるって。綺麗に剥けるんですよねばあちゃんが言ってた。なんかどうだ、最終的に喫茶店を巡って、うんうんうん、猫カフェに行き着く。猫カフェ、人生で一回だけ行きましたけど。お、どうでした？いや、やっぱ癒されますよ。なんか猫じゃらし持って遊んでる、うん、自分がいい第三者的にいい。もう猫カフェ、そうですね。でもあんまりやっぱ行く、男一人で行ったらなんかちょっと、うん、でも一人でもよくないですか？え、行くっすか？僕全然一人でも行きますね。男一人か。本当病んでる時とか、うん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 、まあ、ちょっと不安だなとか思った時に。病んでるんですか？病んでないです。今は病んでないですとかもう、なんだろう、寂しいなって思った時は猫カフェ行って癒される。おお、え、結構じゃあ猫カフェどこですか？池袋とかもう行くし、最近行ったのはもう最近ちょっと時間があんまりなくて、あの区役所通り、はい、なんて言えば、カラカンの横？うんうん、あ、ありますね。うん、あそこに一回行きました、ね、もうちょっと巡りたいんですけど。へえー、でも結構いろんなカフェあるじゃないですか。ありますね。最近だと見かけたのがフクロウカフェとか。フクロウカフェ？なんすかそれ。いや、俺も入ったことないんですけど、いるんちゃいますか？あのフクロウが、フクロウ、フクロウ、え、中が暗いとかはないですよね、部屋が。いや、入ったことはないんですよね。あの、行きたいのは行きたいんですけど、うん、逆に袋見てどういうテンションすればいいのか謎。あ、動物園風にこう、あ、袋やみたいな感じで鑑賞するみたいな、うん、うん、アフターに猫カフェで、アフターに猫カフェ、猫寝とる、もう寝とる、猫はもう寝とる、もう寝てる。でも猫、うん、猫かわいいですけどね。かわいいですよね、うんうん、猫かわいい。実家にも猫いるんですけどね。あ、タイミング CM やります。どう？じゃあ俺がやりますよ。CM キュー
再生目覚ましが鳴っているが、もう消した。早い早い早いですね。おっと、見ましたでしょうか。スムーズオフにしています。お見事です。小玉でしょうか。小島だよ。ベネッセ、ここテレビでやってんだ。これが生き物のようだ。脳に追いつかない。溶ける溶けるぞ。ゴー。もちもちバナナやんけ。ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ説明してね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。マジで合わなかったっすけどね。で最初のが面白すぎて、で途中から女の子のバナナが可愛かった。いや、なんかすごいすごいなって思うやつがあった。あの空手、はい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 、あれはめっちゃすごいなと思って。4段すごいっすよね、あれは。あと現茶のあのマリオのやつはちょっと俺あれちょっとやばかった。あれはやばかった。いや本当に吹き出したらちょっと機械から。いや本当に。一番燃えたのは猫のピン。あのゲームのあれが出てきて。めっちゃ可愛かったあれ。いや危なかったマジで。さすがに吹き出すはそうそうないと思う。まあさすがに。うん。え、結構お笑いとか見るんですか。お笑いは全然見ないですね。テレビ自体あんまり見ない。じゃあ最近のブームって分かんなくないですか。まあ人づてで聞いて携帯で見てみたいな。おー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 おおおおおおおドラマとか。ああドラマ昔はよく見てたんですけど、最近はもう本当テレビに触らない、近づかない。拒否ってるんですか。テレビでちょっとすごいトラウマがあって。なんすか。本当テレビトラウマ。まあ昔家にいた時なんですけど、普通にテレビ見てるじゃないですか。うん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 。で何もなしにパーンって画面が割れたんですよ。で破片が飛んできて、まあ、危うく目に刺さりそうになって。いやそれ一回除霊した方がいいじゃないですか。超怖いですね。家の除霊。いやそれ実家ですか。実家ですね。ええいきなりテレビの画面割れるんですか。いや後で見たらなんかショートしてたらしいんですよ、中の方が。もうそれ以降もテレビは近づきたくない、あんまり。いやそれはもう妖怪のせい。あ、そこは別に。そうなのね。不良品。いや、テレビ割れるって。でも買って、それか1年経ってないぐらい。クレーマーになった方がいいですよ、それは。あなった方がいいですかね。いや、クレーマーになった方がいいです。それ絶対言う。俺絶対言う。
ずっと32インチのテレビ使ってて、うんうんうん、で初めて50インチのテレビ買ったんですよ。おおおお。でその50インチのテレビ使い始めて1年ぐらいした頃かな、まあそれが起きて、もうちょっと怖いですね。テレビ買いたくなって。安くていくらなんだ。32だったら2万5千円ぐらいじゃないですか。そうですね、うん、それが安いのであります、うん、でも今 4K とかあるじゃないですか。あるですね。 4K あれめっちゃすごいなと思って。やばいですよ、値段もやばい。いや値段もやばい、本当に画質が超すごい。あれは50インチのでいくらだったかな、跳ね上がりません50インチって。70何万だったかな。録画機能付き、あ、HDD の。そう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 。いやでもめっちゃ綺麗、本当に綺麗。あれでゲームしたい。でも HDD マジで必要っすよね。あれは必要っすね。録画機能本当にやっぱこういう仕事してると。ホワイトデー4件テレビ。4件テレビ。送料自己負担でお願いします。送料は。家のテレビ何インチ、実家のテレビは32っすね。実家、あ、俺もっすね。俺も32か。32と50、50あって、50が1個壊れて今50と32だけ。今住んでる家、じゃあなかなか、めっちゃでかくないですか。リビングに一つ、そう、リビングに一つで、部屋、まあ親の部屋に一個。へえー。実家は愛知、愛知県です。へえー。愛知っていうともう万博、小倉トーストですね。小倉トースト。小倉トースト。名古屋ではないですね。外れの方かな？うん、一応外れの方。大体みんな愛知って言うと名古屋って言うんですけど。外れ、うん。名古屋ではないです。三河の方って言うんです。三河地方です。津島じゃないですね。逆側です。豊橋ら辺か。全然わかんない。蟹江は生まれたとこですね。あー、名古屋コーチン、鶏、名古屋コーチン、鳥ですね。食べたことないですけど俺。あ、自分は熊本です。九州の方の熊本になります。お、熊本ラーメン、熊本、熊本、熊本と、あと有名人だったら、まあ、スザンヌとかクリームシチューとかかな。一応その熊本って言って分かります？熊本のどこがあるかと。全く分かんないですね。熊本ラーメン食いに行ったぐらい。ああ。でやっぱ有名なのは博多っすよ。そうですね。博多。博多。でもなんかやっぱなんだろう、千葉と茨城みたいに福岡と熊本って結構競ってるんですよ。あ、そうなんですか。競ってるんですよ。九州の人は熊本らしいんですよ。はいはいはい、地図的に、うん、公式的にそうなんですけど、やっぱ福岡の方が栄えてるから、福岡そこは。え、スザンヌってキャバ嬢、あ、本当に。そうなんだ。マジ、へえー、それは。それは分かんない。熊本も愛知もそうですよね。旅行行くって言っても九州、福岡、鹿児島、沖縄。お、詳しいですね、九州は。で、愛知とか行かないもんな。森蔵キッコロ、過去の森蔵とキッコロ。万博あったら行くけど、なかったら、うん、行かないですよね。万博行ったことないですね。太陽の塔とか。太陽の塔、何でしたっけそれ。21世紀少年の太陽の塔って大阪じゃないですか。あれやべえ、これ事故った。これはやばい。万博、愛知万博は大地の塔だったかな。大地の塔、多分。え、どういう感じの塔ですか。普通に箱。
東北とか福島は行ったっすね。まあ、いや太陽の塔は大阪らしいです。いや知ってました知ってました。東北あります？福島、秋田、福島が一番長かったっす。宮城は海鮮系食べに行きましたね。海鮮系食べるためだけに行ったんですか？そうですね。てか連れられて車で拉致されてそのまま見えた。やばい、車で行ったんですか？車で行ったっすね。車でどんくらいかかるんですか？なんか、先輩と一緒にいて魚介類食いたいよね。いや橋の方行ったらうまいんじゃねみたいな高速乗ってずっと走ってちょっと帰りはグロッキーでしたねそれ行動力ありすぎでしょそれいやなんか無駄に行動力ありすぎる。イベントの告知などあ、一個ありますね。あ、お願いします。火曜日12時45分夜の12時45分からグレスのゆずぽんはじぽんがあるのでぜひ見てください。どういうやつですか？我らが部長のゆずき部長のなんだろうおしゃべり会みたいな があるんでぜひぜひ。あ、そうなんですか。レントさんは何か？あ、そうですね、まあこれなんですけど、今月の3月29日、はいはい、一応リースリービルの地下の方でダンス、はい、うちユニット出してるんですけど、はいはいはい、それでうちがはい、出ることになりましたんで、お、はい、自分たちが多分夜中の3時、深夜3時に、はいはいはい、出ると思うんで、その時はもうお待ちします。踊りますんで、その時は。あ、じゃあ最後に感想を。初めては緊張します。来週は俺酔って出演します。来週はもう読んで番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を